加賀人形とは、石川県に伝わる、郷土玩具のこと。闘素製の人形で、男児が獅子頭や、まとい等を持ち武芸に励む姿を模している。男児の誕生を、祝い健やかな成長を願って、床の間や、玄関などに飾られるほか、縁起物として退職などの際の記念品とされることがある。同じ郷土玩具である加賀自主等、加賀やわたき上がりなどとともに、 石川県の気象伝統的工芸品とされている。産地は石川県金沢市である。加賀藩の第五代藩主、前田綱則の時代に京都から招かれた人形職人が制作した五所人形の流れを組んでいる。加賀人形の特徴である獅子頭や的糸を持つ姿が確立されたのは大正時代という。その後昭和に入り、 大橋寺三郎が、加賀人形を広めたとされる。初代明さんは、加賀人形を工芸作品として世に広めたが、商品として本格的に販売されるようになったのは、この大橋一への時代という。最盛期は昭和30年から40年代で、加賀人形を制作する職人は多い時には、約50人いたが、2009年5月時点で6人まで、 減少している。霧のガ図にフのりを混ぜ、練って、粘土を作る。粘土を木型に詰め、取り出した、成形物を乾燥させる。白色の顔料である五分を二皮に溶かし、これを乾燥した、成形物に何度も塗り重ねて、素地を作る。出来上がった素地を磨き、人形の表情を決める切り込みを入れ、絵の具で顔を描く。曲げや頭髪をつけ。 かが友禅などの着物を着せ、獅子頭やまといを持たせて仕上げる。JR 西日本の金沢駅のコンコースに、夕太郎と呼ばれる、かが人形の乗った郵便ポストが設置されている。獅子頭を持った男児の人形で、かが人形の特徴を持つが、陶器製である。かが人形とは引く特徴、節目に送るかが人形金沢で製作ピーク。 北国新聞2009年3月7日子供向け県庁ガイド伝統工芸品石川県県民文化局郷土玩具石川新情報書府2013年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年11月30日閲覧加賀人形大木山石川新情報書府2011年11月21日時点の オリジナルよりアーカイブ。2011年11月30日閲覧。AB、加賀人形職人、50人が5人に、金沢の水巻さん引退へ、北国新聞2009年5月5日、2009年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月30日閲覧。加賀人形とは、歴史、まとい人形、加賀消えた 注文の1割、進む、個性化、北国新聞2011年6月10日、加賀人形製作工程、加賀人形とは、製造工程、節目の春に、加賀人形を援着物、勇敢に、リレシク、金沢らしいと、人気、北国新聞2008年3月6日、ありがとうございます。